はい、出馬票チェックサービスの中谷でございます。現在は午後1時過ぎぐらいですが、現時点での菊花賞への、見解を説明したいと思います。まず3番コントレール、こちらを軸にして考えなさい、こういうことを、示唆されているんじゃないかなと考えました。その結果、候補として上がる数が6つございます。並べると4番、7番、2番、12番、16番、13番。以上の6つが候補に上がると考えました。昨日から今日の午前ぐらいまでにかけての出来事から、推察すると、3番コントレールを軸にした以上を挙げた6つの候補、これらに、該当するんではないかと考えています。この概念については、簡単に言うと、3番コントレールの仲間、同じくくり、同じ種類、こういう発想から行き着いております。まあ結果がそれで追いついてくるようであれば、ご説明は会員様専用掲示板にてさせていただきたいと思っております。以上6点の中から、これから発生する発信等を含めて数を絞っていきたいと思っております。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。